皆さん、こんばんは。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。香港って飲みますね。ありがとうございます。Welcome to Japan. Thank you. 皆さん、ありがとうございます。ねえ。嬉しいです。嬉しいです。はい。あのですね、気がつけば東京、ほとんど MC がありませんでした。まあ、いろいろね、30曲を歌うっていうことがなくて、今までどうなってしまうのかなっていう不安もあったんですけど、まあ、ビデオも入ってたしね、余計なこと喋ったりちょっと熱く語ったりするとすぐ年齢的にうるうるするので、今日もそういうのはなしで楽しくいきます。ありがとうございます。ですね、ここ難波についてなんか早速変なことが起きまして、控え室にいました、私が。そして何も触っていない、ただ座っていました私。お弁当食べ終わってね、ついてすぐです。私の控え室に必ずお湯とポットが3つ入れてくださってる。お湯とコーヒーとホットミルク。そしてなぜか運悪くホットミルクが勝手に出てきた。本当にバーって、こう押したら出るところあるでしょ、口。あそこからバーって、あーですよ。何にもできない。なんかこうタオルをパッと取りに行こうとか、そういう普通のことができないのね、その場。あれと思って、でみんなってみんなスタッフも来て、出てる出てる出てるって、そのうちその後ろのところ、こう湯気が出るところ、あそこからもミルクバババババ。でもとりあえず電源を抜いてあちあちとか言いながら、もう本当にゼップナンバーの控え室チーズ臭い。ずっとチーズ臭かったです。もう今やっとチーズ臭は消えてね、次の方に迷惑がかからないようになりましたけど、まあいろんなことがあります。まあライブはね、生ものなので、はい。まあ、東京、名古屋と行きましたけれども、またね、こうしていろいろ今日は喋りますね。喋ってます。そうです。今日は30周年記念ライブということで、今、こう、ありがとうございます。本当におかげさまでありがとうございます。30周年記念ライブということで、昔懐かしい歌とか、この時の、まあ、昔もね、こう縦長の CD とかカップリングとかいうのが存在してたので、そのカップリングとこう組み合わせ、シングルと組み合わせてちょっと紹介したりもするので、ぜひ最後まで楽しみにしてください。お願いします。あ、そうです、そうです。今回の私のメッセージ I just wanna see your smile again っていうのは、もう本当にこういつもね、こうなんか理由もなく、そうなんだかんだっていうことじゃなく、もうただあなたの笑顔に会いたいだけっていう、それのメッセージで今回ね、まあ、その気持ちでいろんなことをやっているので、それをこう T シャツとかバッグとかのメッセージにしました、ね、ぜひぜひね、まだ見てない方も見てほしいなと思います。はい、ありがとうございます。みんなも跳ねるよね。みんな久しぶりに跳ねて、足腰明日大変だね。暑いね。あと皆さんの慟哭っていう曲の捉え方好きですよ。悲しくても踊ろうみたいな、一晩中泣いてって、感じ前から思ってましたけど好きです。私たちの不安、私の不安は明るいんだなと思って、辛い時も好きです、そういうのね。あっという間に、いや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 、今回はかなり歌ってると思います。もう飽きてきちゃったでしょ。暑い暑い。え、なんつってたの？あ、いろんなのを言ってるんだ。何歌って歌って、こんなに歌ってるのに。
でもね、冬の歌とかスローな歌はディナーショーで歌える。あ、そうですそうです、あの痛みじゃない、痛みだ、違う痛みで合ってる、痛みで、ディナーショーが追加公演になったので、ぜひいらしてください。なんかいつもの場所とは違って、なんかいつも1回公演で大きなところでやらせていただいたんですけど、今回2回公演って、大体2回公演ってところはこうこじんまりとした場所があるのでね、また今回のこのわーっていうライブとは違って、こうしっとりとお食事をいただきながらみたいな感じになるので、いや、お食事の後ですね、私が登場する感じになります。待って、まあいろいろあるよね、そりゃわかる、いろんな歌が、私もすごい今回悩んだからね、何を歌おうかっていうのはね、えどう待って、鏡を覗き込んだ目に違う自分見つけた、流した涙の数だけ思い出は刻まれて、いい歌だなありがとう。最初にね、歌ったブルーローズのカップリングに入ってたのね、ドアっていう曲は、あのこのお星のこの30個と思いきや31って知ってましたあの30だと、あの、まあ、30周年ムーブオンということで、で今までここまでが30曲歌いました、あと1曲歌います。